皆さんこんにちは、スイカです。今日の動画はレオタード紹介動画になるんですが、この間、大人かわいいライトグレーレオタードっていうのを2点ね紹介させていただいたんですけど、あれと同じシリーズ、あのレオタード、ウェアモアさんのレオタードなんですけど、あのシリーズのレオタード実は5色展開なんですよ、全部。それで、その中のパステルカラーのレオタードを今日はご紹介したいなと思います。ぜひ皆さん最後までご覧ください。本日1着目はコルチックのピンクのレオタードになります。バックスタイルはこんな感じ。この間の動画をご覧になってくださった方もね、お気づきの方いるかもしれないんですけど、このワンピース型のレオタードありましたよね。これのスカートついてない色違いなんです。バックスタイルも同じ。この部分がこの間シームレスって言っちゃったんですけど、シースルーでした。そう、そこのストレッチチュールになっていて、このお花柄も同じです。このお花柄間近で見ると普通にね白色のプリントなんですけど、こうやってあの光に当たると少し光沢が出て見えたりとかして、ちょっとゴージャスな感じに見える気がします。最初着る前にこう実物でこうやって手に取ってみた時に、あ、結構ピンク強い目だなって思ったんですよ、私。なんですけど着てみてこうレッスン中鏡とか見るとすごくね柔らかいピンクに見えます。なので一見ねちょっと子供っぽいピンクかなって思うところを、このゴージャスなお花柄がとてもね上品に見せてくれてる感じです。でやっぱりピンクのレオタードには柔らかい色の明るい色のスカートがいいかなと思って、これはルシンナのクリーム色のスカートです。どうでしょうか、いい感じと思うんですけど。こちらのベルマインというレオタードと、このスカートが何だったかな、名前、あ、そうそう、ロベリア、ロベリアっていうスカートになります。このスカートはこの間の動画でチラッとね履いたので、見覚えある方もいらっしゃると思うんですが、このレオタードはお初のお披露目になります。あの水色って私今まで多分一回も着たことがないんですけど、ちょっとあまりにもすごく綺麗な色すぎたんで挑戦してみようかなと思って買ってみたんですけど、結果大成功ですね。すごく気に入っています。で、ウェアモアさんのレオタードはどれもそうなんですけど、やっぱりこのライクラの生地が着心地がね良くって、私はやっぱり好きなんですよね。はい。で、あ、近くで見てみましょうか。ノースリーブなんですけど、この切り返しの部分の曲線がすごく女性らしくていいなというふうに思います。後ろはここがねシュッとしてるんですよね。これがまたちょっとなんか体をシャープにしてくれる感じでいいかなっていうふうに思います。そしてこのレース部分とスカートのこのレースがお揃いの生地になっているわけなんですね。やっぱり明るいレオタード着るとあの気分がね上がりますよね。ルンルーンっていう感じで。
ご紹介するのがこちらの赤ねレオタードのライラックカラーです。そしてレオタードに合わせてこの、ね、スカートを買ってしまいました。スカートの名前なんだったかな、バルサミコ酢みたいな名前だ、あ、バルサムでした、失礼いたしました。バルサミコ酢ではなくてバルサムというスカートなんですけど、このライラックカラーもすごく可愛いと思いませんか。半袖スタイルなんですけど、襟振りのラインがストレートなんですよ。バックもストレート、これがまたこうクラシカルで可愛いと思いませんか。私この、うん、なんて言うんでしたっけ、この四角い四角いスタイルが結構好きで、結構お洋服とかでも選んだりします。でかなりねデコルテがオープンなので、この首のラインだとかデコルテラインっていうのはすごく綺麗に見えると思います。バッグのこのストレッチチュールのラインもポイントですよね。このシリーズ私すごくねお気に入りになっちゃっております。このスカートの丈、これもね結構短めですよね。こちらのタイプと同じ丈です。うん、でもこのベアマンさんのこのショート丈のスカートってなんかね足中効果があるんですよね。サイドの部分が少しこういう風に足の見える範囲っていうのが広いんですよ。だから足長効果が絶対にあります。なのでウィアモアさんのスカートは、ミディアム丈も同じなんですけど足がね綺麗に見えるのでおすすめです。はい、ということでパステルカラーのレオタードを見ていただきました。このパステルカラーのレオタードって本当に私持ってないんですよね。今まであんまり着たことがないんですよ。でも今回挑戦してみて、同僚に肌のトーンがアップしたねって、あとはすごく明るく新鮮に見えるとか元気になるねって言ってくれる同僚もいました。なので色だけ見るとちょっと子供っぽいかなとか若すぎるかなとかって思ったりしても、こうやってあの形によって見え方って全然違うし、色も形もたくさんね種類があるので、ご自分に合ったものを見つけられるんじゃないかなっていうふうに思います。そして何よりやっぱり明るい色を着ると気分が上がります。なのでよかったら皆さんもパステルカラーのレオタード挑戦してみてください。あの口内炎がすごく痛くって、ところどころ滑舌が悪くなってるところあると思うんですけど、聞きづらかったら本当にどうも申し訳ございませんでした。そんな中最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございます。今日ご紹介したレオタードの詳細は全て概要欄の方に、URL など貼っておきますので、よければぜひチェックしてみてください。そして、このレオタードアプローズバレーさんという輸入バレー用品専門店で私購入しているんですが、お買い物がちょっとお得になるクーポンコードも概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもお使いください。それでは今日はこの辺で、ではまた。